目にイベント、さまざまな魅力がある大洗。いよいよ7つ目の魅力、最後は町を知り尽くした洗いっぺと町の商工観光課の方が地元イチオシスポットをご案内。わあ、すごい鳥居が岩の上にありますね。あの鳥すごいですね、岩の上に立ってて。こちら神磯の鳥居です。神様が降り立った地でもあります。大洗の絶景スポットになってるんですよ。太平洋の大海原に面し、波打つ岩場の上に悠然とそびえる神磯の鳥居は大洗を代表する景勝地。鳥居がある海岸から振り向けば、そこには大洗磯前神社が。江戸初期の建築様式を今に伝える県指定の文化財となっています。風光明媚な海辺の鳥居、水戸藩二代藩主徳川光圀公もこの景色を眺め、その美しさを称えて一句詠んだと言われています。月夜に映える姿もまた優美で、その瞬間を収めようとカメラマンが集います。そしてこの場所に一番観光客が集まるのが1月1日、日が昇る朝6時前から県内外からの観光客であふれ、御来光の時を待ちわびます。絶景の日の出を拝むならゆっくり一泊するのがおすすめ。太平洋沿いには客室やお風呂がオーシャンビューとなっている宿も。大洗にはホテル、旅館、民宿が充実。用途によって宿を選べます。さらに大洗にはもう一つ絶景スポットが。それは夕日の里松川。神磯の絶景が朝なら、こちらは夕刻が絶景タイム。筑波山を望む日沼が黄昏に染まり、幻想的な景色が目の前に広がります。まだまだ尽きない大洗の魅力。ここで紹介したのはまだ一握り。一度町を訪ね、実際に巡って、その魅力をあなたも見つけてみませんか。きっと心が洗われるはずです。